皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。デビットインジャパンチャンネルで特別なスペシャルゲストがいらっしゃるんですか。で、彼はみんな多分セーラー服おじさんの方で、ご存じと思うなんだけど、本当、本名は小林さんでございます。で、本日は彼と、はい、いろんな話をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出身はどこですか？日本人だしよね。日本人ですよ。はい。東京生まれ、東京育ちですよ。あ、なるほど。はい、珍しいですよね、結構なんか東京に住んでる方が多いなんだけど、みんなあちこちから来てるんですよね。そういう人も多いですね。いや、初めてかもしれないけど、はい、東京生まれです。はい、なるほど。で、年齢は現在、年齢は52です。全然見えないんですけども。いや、素晴らしい、素晴らしい。よくネットではね、60歳とか70歳あ、いや、でもネットで、ね、載せてるから本当か分かんないですよね。そうそう、そうよくつぶやかれてるんだけど、そんな年では実際ないです。なるほど、はい、小林さんは現在家族がいらっしゃるんですか？いや一人です。指輪してるんですけど。そうですよね、結構気になる。だけどこれアニメのキャラクターで、路線モデルのシンクっていうの人形キャラクターなんで。素晴らしい。二次元ですね、神さん。はい、なるほど、はい。で、現在は趣味とかありますか？どんな趣味ありますか？趣味ね、なんでしょうね、本読んだりとかよくしますけどね。はい、はい。それで本読むときにこうちで読んでるとだれるので、電車に乗って、ずっと一日中電車で一回りしながらずっと本読んでるのをやりますね。なるほど。でもそれは大変じゃないですか、結構いろんな方から声かけたりとかしないですか？でもね、もう乗っちゃって座っちゃえばもうそんなに人が入れ替わるわけじゃないから、もう結構落ち着いて読めるんです。あ、それはよかった、はい。なるほど。で、現在はよく遊びるところとかありますか？例えば新宿とか。ああ、よく行くとこですか。はい、なんかその時その時で適当にどっか行くので、いつも行く場所っていうわけでもないんですけど、新宿とか、通るっていう意味じゃ、中野とか新宿よく行きますけどね。はいはい、それは別に理由とかないですか？なんかに用事があって、たまたま乗り換えが新宿とか中野から電車に乗ったりとか、そういうことが多いのと、あと夜こうね、食事したりとか、ちょっと一杯飲んだりとか、そういう時には中野をよく行くので、はい、なるほど。そうですね。で、小林さん現在どんな方ですか？どんな性格とか、それはちょっと伝えてもらっていいですか？どうなんでしょうね。大学の時の専攻は数学だったんですよ。で、今仕事の方もエンジニアをやってますので、割とこう、なんだろう、論理的なのかな、こう一人でこう一生懸命考えるとかなので、割とこう内向きな性格だったりするんですけどね。なるほど、はい。いや、パソコン詳しい、もしかして、はい、パソコン詳しいエンジニアって。パソコンっていうか、一応プログラミングしますけど、画像処理の、はい、だけどプログラマーってわけではないので、そんなになんかいろんなこう言語プログラミング言語ができるとか、そういうわけではないですけどね。いや、素晴らしいと思います、はい。それで、レディビアードと、はい、立花さんどうやって知り合ったんですか？これ立花さんのつぶやきが最初でしたね。そうですね、去年の2月ぐらいに去年でしたっけ？あ、そんなに最近？だってほら、来たのが一昨年だから。あ、そうか。うわ、なんかずっと前から知り合いみたいな気がしてる。そう立花さんがレディビアードさんの写真撮って、それをツイッターに写真を上げるときに、なんだっけ、セーラー服おじさんに匹敵する最強のなんか、キャラクターが現れたぞっていう感じ。そうそれを私がエゴサーチしてて見つけて、あ、こんな人いるのみたいなツイッターでやり取りしたんですよ。そして、じゃあ一緒になんかね、今度セッションやるみたいな感じで、2月頃原宿行ったんですよね。すごい寒いね。それからちょっとあの予想についてちょっといろいろ質問したいと思いますけれども、はい、それは予想をスタート理由とかありますか？なぜ始めた、はい、いやうちでこそっていうのはやってたっちゃやってたんですけど、ただそんなね、おっさんが女装したって見たいっていう人もいないだろうし、どちらかというと、なんだろう、あんまり美しくないもんだっていうふうに捉える人が多いでしょうから、そんなに見せるもんだと思ってなかったんですね。だから、こそこそっとちょっと着るのが好きでみたいな、それもなりきりたいわけじゃなくて、着るだけでいいやみたいな、持ってるだけでもいいやみたいな、そういうぐらいのノリだったので、ちゃんと女装ではなかったんですね。予想しようと思ったと思うけど、どこか影響あったんですか？
あー、いやー、どうなんでしょうね。なんか着てみたいというのはあったので、はいはい、それがなんかだんだん変えるようになってきて、変えるってまあ、男性がそのね、婦人服売り場でこの服試着させてくださいとか買わ売ってくださいっていうのはなかなかやりづらいけど、やっぱり女装する人向けの店とか、あるいはそういうことですよね、そういうランジェリーとか好きな男性向けのそういう女性の着るもののお店とか、そういうのはなんかだんだんできてきたので、うん、あ、買えるじゃんみたいな感じになってきて、で買ってコソコソっと着てたっていう、そんな感じです、ね、あ、なるほど、はい、で、予想で一番楽しいことって何ですか？楽しい、そうですね、でも、最初はもう出てったらすごい反感を買って、うんうんうん、こうね、なんだろう、嫌だとか汚いとかこう言われるのかなと思ったら全然そんなことなくて、特に若い人たちが一緒に写真撮らせてくださいとか言って寄ってくる、これは結構楽しいですね。いや、みんなから結構応援して、そう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 、他の方に渡して、そう、なんかみんなね、頑張ってくださいとかね言うんだけど、いや、何を頑張ればいいのかなってなるほど、うん、で、その一方に、その一番難しいとか、はい、一番辛いこと、いや、それがね、女装して歩いてて、うんうんうん、いいことしか起きなくて悪いことってあんまりないんですよね。いいですよね。小林さんは、女装を考えると、うん、それは趣味か、うん、ライフスタイルか、どっちとも言ってるんですか？なんとも言えないですねでも平日仕事してるので、はい、会社行くときは月曜日から金曜日までは普通の男性の格好してるわけですよ、うんうんうん、で土日になるとこっちの格好になるんですけど、別に予定とか何も入ってなくてももう、あ、今日土曜だからこっち着るみたいに自然にこう手が行く感じなので、うん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 、その場合はじゃあライフスタイルだと思っていいんですかね、うん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 、はい、なるほど、はい、そうかそうかそうか、外国の方で、大人も、若い時に結構なんかそのロリータ服着たりとか、はい、そのまあ予想も やってる、例えばスペインで結構多くの方がいらっしゃるんだけど、はい、やっぱりなんか年を超えるとみんなやめてるなっていう、うん、多分社会とかの問題あるかもしれないけど、多分みんな、いや、これはやめた方がいいとか思ってるんだけど、それ小林さんとしては、その、うん、なんていう、予想とかそのロリータとか、うん、その、はい、なんていう、多分自分と普通じゃない服を着る、うんうん、年齢限りってありますか？いや、私逆なんですけど、なんで辞めちゃうのか、その、ね、ある年になったらもう結構老けてきて美しくなくなってくるから、なんかだんだんこうおかしいというか合わなくなってきて、あ、もうそんなこんな格好で出る年じゃないって思うのか、あるいはなんだろう、大人になって分別が出てくるべきでしょと、だからそんな子供みたいにふざけてる年じゃないでしょって、そういうプレッシャーなのかなってのはよくわかんないんだけど、っていうのは私逆なんですよ。着るこそこそ着るのがよくて、で、まあ、出てくもんじゃないと思ってたんですけど、なんかある年齢になったら、うんうんうん、そんなことにこだわっててどうするみたいな感じで、逆にこうポンとこう押さえてたものが弾けちゃうというか、あ、別に平気じゃんみたいになるので、うん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 、逆にある年齢になったから始められたと、うんうん、こっから後だからできたみたいな、そういう感覚なんで逆だなという気がしましたね、うんうんうん、なるほど。で、それ小林さんの周りの家族とか、例えばご両親とか、はい、まあ、はい、あと、まあ、お兄さんとかお姉さんあるかわからないけど、それみんなの反応というか、まあ、家族はとりあえずあまりつながりがないんですが、あ、なるほど、はい、彼らは現在は予想しているとはご存じないということですと思いますね、はい、なるほど。で、友達関係もう最近はこんなことやってるってみんなもう知ってるし、止めてどうにかなるんじゃないと思ってるので全く言わなくなりましたけど、まあ、最初のうちはやっぱりなんだろうな、リスクというか、そんなことやったらクビになるんじゃないかとか、その周りにまで迷惑が及ぶんじゃないかとか、そういうことを心配して忠告する人はたまにいましたけど、別になんとも思ってないし。なるほど、はい、小林さん結構今ファンが結構多いんで、それ、はい、まあ予想のコンセプトあると思うんだけど、はい、こちらの予想コンセプト全く違うと思うんで、それは小林さんの予想コンセプトはなぜ魅力あると思いますか？はいはい、
なぜみんなが好き、なぜみんなはあなたと写真撮りたいとか。そこはよくわかんないんですけどね。だって私よりもちゃんと女装してる人っていっぱいいるわけじゃないですかね、うんうん、ちゃんとなりきったりメイクもしたりとか、ね、もっとこう手入れしたりとか、あの体の体型も整えたりとかね、うんうん、あの一生懸命私よりも努力してちゃんとした女装してる人がいっぱいいて、うんうん、あの方たちはやっぱり自分から見てもすごいなっていうふうに思うんですけども、うんうんうん、じゃあそんなにすごくない女装、ただ着ただけで、あのね、メイクもしないし、この辺はおっさんのまんまでやってて、それがなんでいいかっつった時に、どうなんでしょうね。あの、一つは完全になりきっちゃって、本当に区別つかない、トイレ入っても平気とか、そのぐらいになるともう分かんないから、何も気がつかないんで、何もないっていうのはあるんでしょうけど、あと私はね、多分、いや分かんないんですけど、あの、こう、あんまり自意識をこう発射してない、だから、こう、つまり普通じゃない格好してると、こう自意識過剰になってこんな格好してる俺を見ろとか、俺こんなこと変な、こんな変なことしちゃってるんだぜみたいにこう自意識がいっぱいになっちゃうと、こう歩き方が変になったりとか、あの挙動不審になっちゃうとかです。でそれがもう全然なくて慣れちゃったから、もうこれが自分の格好、いつもの格好っていう、あの普通っていう感じでできちゃってるので、だからそういうふうに、なんだろうな、変態っぽさというか、そうそう、そういうものを飛ばしてない。ああ、なるほど。そうそう、自然にやってるから、それが割とね、受け入れられてるのかなっていうのはありますね。その予想した人とか、はい、アドバイスとか、なんかおすすめとかありますか？そうですね、多分ね、最初はやっぱりその初めて公の場所に出てくと、なんかみんな見てんじゃないかとかね、うん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 、あの、おかしいんじゃないかとかね、うんうんうん、すごく自意識過剰になっちゃうと思うんですけど、そういう時にこうビクビクして小さくなってると余計挙動不審になっちゃうから、そういう時こそね、パーッと反発っていうかね、跳ね返して堂々としてればね、大抵まかり取っちゃうんですよ、はい、これからはその社会と、あの、はい、予想の話しながらなんですけども、はいはい、その社会で、その我々の中で、その予想のコンセプトはまだ分かりにくいと思いますか？あ、みんな予想なんですかって、みんなちゃんと分かってるのかな？どうなんでしょうね。いや、分かってるっていうのは何をもって分かってるのか、私分かってないってことがあるんですけど、どうなんだろうな。いや、でも、なんだろうな、女装以前に、格好って自由じゃんっていうのがあって、うんうんうん、だからそれは結構みんな割と受け入れてると思うんですよ。だからなんで男なのにそんな格好してるんだって、まあ多少は思ったとしても、それを言ってくる人ってあんまりないし、一瞬ギョッとなっても、そうだよね、ファッションって自由だからいいよねってこう思い直して、あの結構あの受け入れるっていうのかな、うんうんうん、あの、うん、なんていうか、だから直接的にうわは言ってこない、うん、なんだお前はみたいに言ってくる人はあまりないってことは、社会としても割とそういうのを受け入れてるのかなとかね、うん、自由を受け入れてるって意味では、ちゃんとそういうのは、あの、なんていうのかな、市民的っていうのか、あの、民度が高いのかなっていう感じはしてますけどね。その女装してる、どれぐらい、何年間やってますか？はい、あ、表に出るようになってからは3年ぐらいだったと思いますね。あ、いや、最近です。はい、そうですね。なるほど、はい、その、 あの、昔と今比べると、はい、そのみんなから見ると予想は、はい、みんな、なんというかな、あの、考え方が変わったと思いますか？別にあまり変わってないと思います。やっぱり自由っていうのがだんだん拡大してきたというか、昔の日本の方がこう村社会というか、あの、お互いにこう世間体を気にして、うんうん、こうお互いをチェックし合って、うん、あの、なんていうのかな、プレッシャーを与え合うみたいなところがあったけど、うん、それが今だいぶこうそういうしがらみというかね、あの、そういうのがなくなってきて、本当に自由にできるようになってきたので、まあ、10年、20年前に比べると今の方がずっとやりやすくなってるんじゃないかなという気がしますね。なるほど。なぜ予想を嫌い人が嫌う人、あ、嫌い嫌いな人ね、はい、予想嫌だって思う人はなぜいるかな。いや、別に嫌うことはいいんですよ。例えばだって食べ物だって、好きな食べ物、嫌いな食べ物ってあって、それはもう生理的なものでどうにもならないことなので、別にある人が女装嫌いだっていいし、う
それは全然構わないんですよ。だって予測の範囲内ですね。あの女装して歩いてたらみんなが女装好きって思ってるとはとても思えないので、まあ、 あの気持ち的に嫌いって思う人がいたとしてもいいんだけど、それはそれで自然なことだと思う。ただそれをその嫌いって思う方が正しいからやめろとかね何やってんだお前はとかいうことに関してはそれはなんていうかな、自由に対してこうあのなんだろう、侵害っていうのかな、あのなのあのその出過ぎというかあれなのかなと思うので、まあ嫌いであること自体は自然なことなんで、まあどうぞご自由にというかね、まあそういう仕事も予想の範囲内っていう感じがしますけどね。社会そんな感じだから、うん、あまりなんかあなたは なぜそんな服着てるとか言わないと思うんだけど、外国でそれは結構あります。ああ、そうでしょうね。それはなぜと思う。つまりもうなんだろうな、社会の中の共通認識として男性はこうあるべきだとか、うんうん、女性はこうあるべきだっていうのは、うん、みんなお互いに思ってるから、いちいち取り決めもしないし確認もしないけど、みんなそう思ってるよねっていう何かがあるんだと思うんですよ。だって服装が男性向けの服、女性向けの服って言うけど、本当は別にそんなのって決める必要ないじゃないですか。どっちがどっちの着たって全然構わないはずなんですけど、どこの国行っても男性向けの格好、女性の国の格好ってあって、まあ、完全に混ざってる国ってどこにもないじゃないですか。ということはやっぱり社会的に男性を壊るべきだ、女性を壊るべきだって何かがあるはずなんですよね。だからそれを壊してると男性なのに女性みたいだから気持ち悪いっていう、何か期待に対する裏切りみたいな、そういうのがきっとあるんだと思うんですよね。いい話しました今私はこれ思う、まあ、多分みんなそう思うんだけど、はい、あの小林さん、そのセラフコインさんのキャラ始まったのがツイッターからその写真から、うん、あの話題になったっていう、はい、みんな思ってるけど、あ、そうですね、それ以前に何かありましたか、はい、もしかしてあの SNS から始まった話題です。この辺微妙で3年前もうとにかく、まあ、ミクシーとかツイッターとか存在はしてたんですけど、若い中学生高校生はあんまりやってなかったんですよ、うんうん、でその時は直接アハハって笑ってで、まあ、近所で評判になってっていうなんか口コミ的な広がり方が多かったと思うんですよ、うんうん、でその時は別にそのなんだろう、こうマスコミが取材に来るとかあの有名になるとかそういうことはあんまりなく、ただだん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 なんかそういう人がいるみたいだぞっていうのがこう広がっていく感じだったんですよ。ところがやっぱり1年ちょいぐらい前かな2年前ぐらいかな、あの、うん、やっぱりそのツイッターを女子中学生女子高校生がやるようになって、それで多分爆発的にバッと拡散したと思うんですよね。で、あの小林さんのツイッターを私見たんだけど、はいはい、その結構毎日ほとんど毎日は写真アップしてるんだけど、その写真は自分で撮られてるか、はい、もしかして誰か撮られてるんですか。ね、多分あの誰か撮った人がツイッターに上げて、それを私がエゴサーチで見つけて、うんうんうん、リツイートしてるんじゃないかなって、それが一番多いと思いますよ。なるほど、はい、予想以外に、はい、あの他の仕事をやってるんですか。女装って仕事じゃないですか。あ、そうなんだ、すいません、はい、あのもう仕事は仕事でしてます、はい、で月曜から金曜まで、はい、あの会社勤めして、はい、あのまあ、エンジニアとしてコンピュータープログラミングしてますので、それが本当の仕事で、土日の方は別に仕事じゃなくて、ただたまにこういうことがあるとあの、うん、いくらかくれんですかこれ、あ、なるほど、本当ですかみたいな、いやいや、まあ、そういうこともたまにあって、そっちの方が副収入的なのでちょこちょこちょこっとあるぐらいですね。なるほど、はい、なるほど。先週とか出たんですけれども、はい、それ以外あの他とかありますか。他のあるかやりたいとか、写真集以外。ああ、写真集以外ですね。そうですね、フィギュアとか出したいですよね。というかあのその原型を作ってくれた人がいて、すごいよくできてるので、これを量産して売ってくれるところないかなっていうのがね、今すごい期待してるところです、ね、私も思うなんだけど、なんか、うん、高校生向けとか、なんか落作に作れるものあればね、そうそうそう、なんかちらちらとぶら下げてじゃないとは思ってる。最近外国とかの仕事をやってて、去年は、うん、あのマドリドに行ったですよね。行きましたね。でそのイベントはどうでしたか。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。あのもうイベント会場の中これでうろうろしてると、うんうん、もうみんな寄ってきて一緒に写真撮らせてくださいってね、もうひっきりなしにあの来てね、うんうん、あのすごい楽しく過ごさせてもらいましたね。なるほど、はい、あとね、あのイベントの前の日、はい、あのマドリードの街、あの観光案内行ってきてね、あのイベリコ豚とね、おワインがすごい美味しくてもうあれ本当最高でしたね。あ、ありがとうございます、はい、でイベントに
見たときに、はい、あのその予想してた方が見えたんですか、はい、いや、ね、考えてみると会場に来てた方では女装してる方ってあんまりいなかったですね。それなんか不思議で、あのその2ヶ月前にフランスのジャパンエキスポ行ってるんですけど、あの時はね、あの来場者で女装してる男性ってすごくたくさんいたんですよ。これスペインってダメなんですか、ひょっとして。いや問題ないと思うんだけど、まあ、結構なんというかな、多分社会の問題か、かもしれないんだけど、例えば予想するときにみんなが結構悪口言っちゃおうとか、なぜその服着てるんですか、批判的なのか。でも私が歩いてたら別に何も言えなかったのは外国人だから許されたもしかして、もしかしてさっき言われたんだけど、はい、その外国で、まあ、スペインもいたし、はい、あとジャパンエクスポのフランスもいたんだけど、はい、それ以外他のイベントに参加されたんですか、去年その前に中国に行ってるんですよ、はい。でなんかイメージでは中国の方がなんか保守的かなって思うんですけど、意外と大丈夫で、結構ああなんかあのみんなあのね、あのスルーしてくれるんだっていう感じだったんですけど、多分ね、あのネットでやっぱり中国でも見てる人が多いんですよ。なのであのもうホテルについてチェックインしてる時からなんかね、あの紙持ってきてサインしてくださいとかね面白いそうそうそう、なんか人気者になっててね、あれみんな知ってるんですね、結構、ね、うん、結構ネットからね、最近だから中国も全然平気でしたね。なるほど、で最後の質問ですけども、はい、将来したいことかありますか。将来どうですかね。いや、なんかもう飽きられても普通になっちゃっても、もうこっちはこれが日常だよっていう感じでずっと同じようにやってるんじゃないかなと思うんですよ。なので、まあ、これからどうしていきたいとかそんなになくて、まあ普通にずっと続けてるのかなっていう感じですね。だけど、うん、あのスペインはぜひもう一回行ってみたいので、あのぜひよろしくお願いします、はい、よかったら今年呼んでくれないかなみたいなね。はい、はい、あの本日のインタビューはあの終わります。ご回答いただいておしました、はいはい、どうもありがとうございました、はい、でみんなの視聴者は、このビデオが好きだったらあのいいねを押してください。それでまたあのこの話題についてこのビデオについてはあの何か質問とかあったら下のコメントにぜひしてください。でまた次のビデオに会いましょう。いやバイバーイ。